予習って来るんだけど、トロンボーンのやつ予習がね、もう今多分ね、俺的にはもう北原君と同じぐらい結構すげえやつで、ドラムはすごい若いやつで、長野から出てきたばっかりなんだけど、まだ20歳かな、あいつ20歳、うん、20歳なんてねえよ、まだすげえ19かそんな、うん、20歳にもなってない、ヤングだ、19じゃなかったかな、あいつ、すごい、うん、じゃあ平山さんはなんか今一緒にやってるんですか？いや、もう ずっと、もう2年ぐらい前から目つけてて、ああ今回初めて、ほんで、東京出てきたから、あこれはと思って、キングクリムゾンやってるの見たすごかった、それが。なんか飲む？あ、俺は大丈夫です。はい、平田さん。でも全般的にやっぱり前に行きがちなダネズって、はい、で、なるべく後ろを意識して、フィルとかもそうだし、スネアの位置を割と自分の持ってる後ろに置いといた方がいいと思います。わ、はい、かりました。ノリをもっとバックビートに寄らせるっていう、うん、今でも多分今ジャストよりもちょっと前に行っちゃってる感じがするので、はい、そんなに、まあ、割とこう意図的にわざとこうもたるぐらいの気持ちでやってちょうどいいかもしれない。フィール行く前もやっぱり4拍目にポケットにちゃんと入れるっていうのを常に意識してやってください。わかりました。いきなり無茶振りだもんね、こんなレピシアルなんてね。いやいや、難しかったです。まだ全然覚えられてないです。そのガッチができるのは、いろんな人に聞いたら、まあ、あれのはなんか、お手伝いする必要ない。母親口、結構いいか。ね、ダットマムゴット以降のザマンとモアザマンってね、このスタジオ同じ部屋から始まったの、うん、もうここ結構長いな。逆切れするから。そんなさ、なんか前ださ、お父さんとか、なんて言ってもさ、モアザマンってそのままやってればよかったのに、結構もともとさ、そのメンバー間でさ、やっぱりこう揉め事ってことないけど、まあアドバイスで言ってることをさ、うん、アドバイスとして受け取れないメンバーがいて、バンドのコピーは難しいね。ノリもコピーしなきゃいけないから、はい、もたってるとこもコピーしなきゃいけないっていう覚えてやりたい、覚えてやる、はい、で、覚えない方が本当は良くて、はい、要するに全体の構成とか地図を、はい、覚えちゃうともう時間軸が直線になっちゃうじゃん。あで、もうそこで見失うと戻れないから、はい、常に俯瞰でもう曲の構造を理解するためにも、はい、自分なりの譜面でもいいし、まあ、こういうバンド譜でもいいんだけど、がイメージしながらやった方が全体のノリが強固になるっていうか、はい、同じ A でもこう時間まっすぐ行っちゃうと次の A はこうちょっと違う気分になっちゃってるのを、ここは、ちゃんと戻りますっていうのをがっつりとこうイメージできるので、はい、覚えるのはすごく大切だと思うけど、はい、覚えることがメインではないと思います。わかりました、はい、結構さ、ものすごく楽しみにしてる人がいっぱいいるよ。やっぱりレビッシュってさ、やっぱこうみんな待ってるよね。いやそのレビッシュの3人誘ってるってそうですよ、結局ビッシュじゃんみたいな。そうです、俺らがバックやってるみたいなもんでさ、それなんかね、今回結果的にそれぞれバラバラに誘ってね、最終的にレビッシュになったみたいな話ですもんね。でさ、そういや、いや、もんちゃんがさ、マグミを誘ってほしいって言ったので、まあレッドシューズといえばもう、うん、で、うーんって思って、いや、もうベースは絶対立つ方がいいでしょうと思って、そしてマグミさんが英語の曲が覚えられないということで自分の持ちネタで逃げるというま
人もなんかそのレビッシュの件で、実はそのレビッシュの出演お願いしていたんだよ、その自分のタブーの来年のね。来年のタブーはじゃあ我々準備しておいた方がいいと思います。最後にレビッシュやってもらってみたいなね。ただね、2月のね、2月はねもうちょっと怖くてね、コロナのその8月の感じを見てると、2月はちょっともう決断できなかったかな。ガーデンホールをさ、恵比寿のあそこ押さえてたんだけど、仮押さえしたんだけど、もう料金が発生する直前で外したの、うん、それは怖いじゃん。だってもうだって今、ね、ただね、それそういうことを考えてて、マグミにまだ話してないんだけど、さあ、渋谷公会堂でレビッシュがね、やった時に無理やりお願いしてさ、出させてもらったじゃん、スカパラ、まあ、スカパラホーンズにね、朝ちゃんとか木村さんもいましたけどね、結局みんな出たんじゃん。そう、全員出てたんですよ、結局全員呼んでないのに出ちゃってんの。青木とか上、みんないたんだよ、全員いたんだよ、で全員ピンクのスーツ着て出てんじゃん、なんかでもね、レピッシュとやらせてもらったのがさ、あれがなかったらあの後あんなトントンっていかなかったもんね。そうですね、あのスカパラホーンズを最初に起用したのは我々だという理由がありますから、うんうん、あれ楽しかったな。あれはでもかっこよかったんじゃないですかね。そうだよね。いやいや、もっとレピッシュには散々お世話になったよ。いやいや、あれもよく誰かが頑張ってまとめてくれてたんですね、今思うと。あんな大変なイベント、こんな好き勝手にメンバーが勝手に決めてね。あの時まだ立つ若かったもんね。大学生だったと思いますよ、あの頃。一緒にレコード買ったり買いに行ったりしたね。いましたね、お茶の水に行ったね。お下がりでもらったりして、そうだっけ。いやいや、呼んでもらって、これいらないから好きなの持ってっていいよって言われて、うん、なんかあれいただきます。そうだっけ、そんなことあったっけ。それのなんか一個のジャケットをあれなんですよ、アニマル2ってアルバム、ミニアルバムで着てるのは、うん、あれ、檜山さんのジャケットです。え、マジで。確か知らなかった。そうだっけ。あ、なんかちょっとしたもん置いとけるっていうのすごい楽だもん。一番奥、はい、一番奥、はい、これ京一ちゃん、よしお知らないね。初めましてトロンボーンのよしおです。ああ、京一です、よろしくお願いします。僕も初めまして。あ、初めまして、よろしくお願いします。あの、結構強力なトロンボーン、うん、怪獣みたいな